こんにちは、柴田です。今回はダイムバックモデルディーンの ML をご紹介させていただきます。この ML はご存知、パンテラのギタリストダイムバックダレルのモデルになります。ディーンのダイムバックブラックボルト ML というギターになっております。シグネチャーモデルなんですけれども、下位クラスのモデルなので割とお手頃な価格で販売されております。ディーンといえばメタル系のギターで非常に有名なブランドなんですけれども、パンテラのデビュー時にはですね、製造を中止していたようで、このディーンのモデルは出てなかったらしいんですよ。それをダイムバックダレルが使うことによってディーンの製造が復活するというですね、非常に多大な影響力を持っているダイムバックダレル。残念なことに2004年にダレルは他界するんですけど、ライブ中にね、銃で撃たれるんですよ。撃ったのは25歳の男性で、パンテラのファンだったという話です。ライブ中にですね、結構な至近距離から5、6発発砲したと。そのライブではですね、他にも死亡者が出たようで、アメリカの銃社会の怖さも感じます。この ML なんですけれども、シェイプがね、非常に独特で、皆さん一度はね、ご覧になったことあるかと思うんですが、V とエクスプローラーを組み合わせたような感じで、ここはね、V になってるんですが、この角度、でこの形、この辺はね、エクスプローラーに似ているなと。そしてヘッドが非常に独特で、バルタンになっております。シグネチャーモデルなので、ダイムと記載されております。ヘッド裏ご覧いただきましょうか。グローバーのペグがついております。でスカーフジョイントですね。ネックはメイプルで、指板はローズウッド、そしてボディはバスウッドになってます。ネックの形はですね、まあ、シェイプは D っていうんですかね、メタルギターによくある形のちょっと薄めのネックになってます。そしてピックアップなんですけれども、ディーンのオリジナルですかね、 DMT デザインブレードというのがフロントについておりまして、 DMT デザインテープズというのがリアについております。実際にダレルが搭載していたのは、フロントにディマジオのスーパーディストーション、そしてリアにはビル・ローレンスの L500XL というのも使用していたピックアップが載せられておりました。そしてコントロール系は 3way のトグルスイッチに、ボリューム、ボリューム、トーン、フロントのボリューム、リアのボリューム、トーンというふうになっておりまして、このノブが非常に独特なんですよ。この白いところですね、穴が開いてるんです。これはね、ご本人もドリルで実際に穴を開けてたそうです。下位モデルなんですけれども、細部までしっかりと再現されておりますね。そして裏通しになっております。 V をね、彷彿させるようなデザインになっております。でジョイントはボルトオンと、まあ、さすがシグネチャーというネームがついているだけあって、お安いんですけれどもしっかりした作りになっております。注意点としてはですね、普通のねギタースタンドに乗らないんですよ。まあ V と一緒ですね。なので吊るし型、ここで吊るすような形のギタースタンドにするとかしないとダメですね。あとね、これね、めっちゃ長いっす。まあ、この長さはね、エクスプローラーと同じぐらいなのかな。通常のテレキャスとかと比べると非常に長いんですけど、重さ的にはね、これね、3.74 と。バスウッドなんでね、いかついけれども軽めな感じになっております。では、この後音を鳴らしていきます。
Thank you.